宗男と多本神社は、奈良県柏原市にある神社である。天下具山北西六に鎮座し、隣接する北東の位置に、同じく式内社の宗、小座県土安神社が鎮座している。低沢神社、泣き、沢神社、泣き沢神社の別名があり、泣き沢の森と呼ばれている。泣き沢という井戸があり、その井戸が御神体として祀られている。は不明だが、万葉集巻、 第2の202に、その左中に、と記されている。これは、自刀天皇10年、696に、松熊女王が再生の神に幹を捧げたかいちの、延命を祈ったのに、蘇ることなかったという、泣き沢目の人を恨む和歌である。このことから、うねと多本神社は、アスカ時代にはすでに存在していると考えられる。なお、石碑には、 以上の万葉集の中に加えて、泣き沢売りは、命乞いの雷という平田厚種の、玉好きの一節と、語源的に、沢女は雨に通ず水神なりという元折のり長の、古事記伝の一節の引用が刻まれている。1446年の、和州五軍神社神明朝大略中海には天皇、山崎愚神命神社、坂門神社、瀬尾酒井土安神社と共に、 天皇や山座四所神社と称している。縁起式内社の畝を取った本神社と否定され、同じく式内社の畝、小座県土安神社が隣接して鎮座。奈良時代の小税を収納管理する役所、香山ま正僧の遺構が周辺から発掘されている。明治時代に社殿が再建された。畝は、うねうねしているところ。尾は、長獣のように山が、裾が長く引いているところ。 セオは山の裾のことを言う。このことから、かぐやまのふもとにある、うねおということになる。ありがとうございます。